して。どこまで行った？ほらほら吐きなさいよ。私たちのおかげでうまくいったんでしょ。してたの見たし、見てたの？うぶな島くんでも A の意味は知ってんだ。ミサエから教えてもらったんでしょう。ミサエそういうのお堅そうなんだけどな。これは案外進展してるのでは？いいわ。いいって何のことだかわからないんですけど。顔真っ赤。最近知ったって感じね。超エッチー。知らないですとは。もうこんなことになるならユキさんとサキさんに相談しなければよかった。これ以上の見返りがありますかって。あんたたちね。あ、ミサエさん。人が掃除当番なのをいいことに島くんから話を聞き出そうなんて。いいじゃん。私たち彼氏ないし不幸だし。幸せな話聞きたいよね。あっち行け。ペッペ。あ、ミサエさん汚いから。あんたも釣られて話したりしたらダメよ。ほら胸張って。よし。忙しくなるわね。ほらほら、推薦人の前でぼやくな。あんたのせいでしょ。会えない時間が長くなるほど愛は燃えるんだってば。感謝なさいよ。余計なお世話だってな。生徒会長って立派なんでしょ。そりゃあね。見たいな、ミサエさんの仕事してる姿。見れるわけないじゃない、うちの生徒じゃないのに。
たいなら来年入学することね。いや、まあ見れないなら見れるようにしますか、ユキさんや。私たちの辞書に不可能という文字は載ってないのよ。欠陥品。額面通りに意味を取らないの。やっぱこの子、女顔だわ。ちょっと、腹立つくらいね。女子の制服しか都合できなかったのよ。我慢なさいね。ちなみにミサエには内緒だから、隠れながら見るのよ。はあ。っていうか、やるんですか本当にこれ。大丈夫だって、絶対バレないから。私たちもサポートするし。その毛あり。違うって、初めてミサエさんの通う学校に入れて感動してるの。わかったから、喋るときは声のトーンもうちょっと上げなさいね。うん、まあ普段から女声だから心配ないと思うけどね。うわ、この子が一番見られてた。まあまあ、私たちの人生ずっと脇役なのよ。ほら、頑張りなさいよ主人公。
そっと君の元に届けたいんだ。ドラッケロッケロー、あー。君、どこのクラスの子？あ、いえ、どこでもないです。そんな隠さなくてもいいじゃん。追い回したりしないからさ。いえ、放っておいてください。ロッケンロー、あこっちは大丈夫です。そちらは大丈夫ですか？はい、全然平気です。すごい勢いだったけど、どうしたの？あ、男子からその…男子？何かされたの？いや…あの、相良さんはどこにいますか？会長の相良さん？はい、そうです。今は生徒会室じゃない？それはどこですか？生徒会室知らないの？そういうこと疎くて。そういうことは知っておいた方がいいわよ。はあ、じゃあ、行きましょうか。は？案内してあげる。あ、ちょうど今会議が終わったところみたい。出てきた。どうしたの？相良さんに用があるんでしょ？
よってほどでも。サガラさん、何でしょうか。この子がね、相良さんを探してたので、どうして隠れてるの。いえ、はじめまして。すごい可愛い子、こんな子を一緒の学年にいたんだ。ありがとうございます。初対面？じゃあ生徒会に何か言いたいことがあるのかもね。そうなの？あ、はい、そうです。どんなこと？この人が生徒会長だからね、言いたいこと言っていいのよ。生徒会で話し合ってくれるから。そうよ。何？ないって。あんたやっぱそっちのけありね。ないよ。はあ、もうあれじゃ変態だよ。はあ、ミサエさん、こんな僕でも嫌わずにいてくれるかな。どっちも愛してくれるわよ。片方だけでいいよ。
ああ、もう。僕の服は？はいはい、どうぞ。願い事？なんか懐かしいフレーズね。ごめん、忘れてたんだ。君も忘れてた？うん。ああ、じゃあ、早く決めてよ。もうそんなのどうだっていいじゃない。でもこれはとても大切なことなんだ。今の私たちが幸せならいいじゃない。大事なのはそういうことじゃない。もちろん、もちろん大事なことだよ。それもでも、こっちも大事なんだ。どうして？それは、なんていうのかな。僕の役目なんだ。大切な役目なんだ。よくわかんないな。誰かとの約束ってこと？おかしいんじゃない？あんたが恩義を感じてるんだから、あんた一人の問題でしょ。そうだね、全くその通りだ。あんたなんか変よ。僕もちょっと混乱してる。ごめん。誰？親に言われてきたの？恩返ししてきなさいって。違うと思う。じゃあ誰？誰かに言われてここに来たのは確かなんだ。なんて言ってた？このお守りの中に願いを叶えることのできる光が入ってるから、
それで願いを叶えてあげろって。私の？うん。じゃあその光を見せてよ。守りの中に入ってるよ。あれ？ないの？うん。おかしいな。確かに入ってたんだよ。それは見たんだ。これじゃ願い事が叶えられないよ。どうしよう。どうしようって言われてもね。ま、いいんじゃない。願いだから願い事を決めてよ。それを叶えるための光がないんでしょ？ないけど、僕にできることだったら何でもするよ。何もしなくていいわよ。どうしてだよ。そういうお願いってなんか嫌じゃない。女性の立場を利用してるみたいで。よくわからない。
からなくてもいいわよ。わからなくてもいいけど、願い事は決めてよ。わかったわよ。考えておくわ。本当にだよ。はいはい、約束します。ミサエって言わないのよ。引っかかってよ、もう。だって声が違うから。そりゃそうだろうけど、恋は盲目っていうのよ。サキ、もう島くんはウブではなくなってしまったのよ。面白くないわね。からかいがいないじゃない。それでミサエさんは？残念ね、忙しいみたいよ。先に帰ってって。生徒会？創立社祭が近いからね。創立社祭、要は学祭よ、学祭。新生徒会の最初のお仕事だからね。そりゃ忙しくなるって。うちの学校じゃ唯一のお祭り行事だから盛り上がるしね。またあの先輩出てきたらミサエも苦労しそうだね。軽音部の発表を一人オンステージにしちゃった人でしょ。でも放っておいた方が盛り上がるじゃん。軽音部の人よりかっこいいし、超歌うまいし。それは言えてる。だからね、島くん。今日は、ミサエ抜きね。3人で遊ぼう。あ、文句言いたげ。いや、いいよ、別に。遊ぶよ。でしょ、たまにはミサエの愚痴も言わないとストレス溜まるわよ。別に溜まってないんだけど。え、マジで？あんたがそう言うからには本当にないんだろうけど。ああ、じゃあ盛り上がる話題もあんましなさそうね。どうする？サテンじゃなくて別のところ行く？あ、素敵なアイデア思いついた。
の家に行こう。ユキ天才。そんなの楽しくないってば。絶対楽しいって。ミサイはもう行ったの？うん、まだ。ああ、彼女よりも先に上がり込んでしまうこの優越感。ユキ天才。というわけで決定。ほら行くわよ。したのっつったって。あ、ごめん、痛かった？うん、違うんだ。どうしたの？顔色悪いよ。そんなに嫌だった？いや、気にしないで。自分の家なんでしょ？表札も合ってるし。うん、ほら入ろうよ。
ちにご用ですか？こんにちは。ほら、ただいまって言いなさいよ。月のお友達の方ですか？はい。奥さん、お若いですね。わざわざすみません。それでは、上がって線香の一つでもあげてやってください。ごめんね、島くん。なんか私たち勝手に騒いで浮かれて。いろいろ事情があるんだよね。きっとそれは私たちが知らないでいいことだよね。
としておいてほしいよね。それとも聞いた方がいい？私たちはどっちでもいいよ。サキさん、ユキさん、ありがとうございます。本当に。ううん、僕はやらないといけないことがあるんです。うん、わかる気がするよ。お菓子とジュースここに置いとくからね。だから食べてね。ありがとうございます。でも私たち友達だからね。よく先生に捕まらなかったものね。そうだね。ごめんね、忙しくてこんなところでしか話ができなくて。ううん、創立社祭は一般客も入場 OK だからさ、二人で楽しもうね。うん、私忙しくても仕事抜けてきちゃうから。うん、ま、私がいなくてもユキとサキは暇だから相手してやってよ。あいつらほんと島くんのこと好きみたいだからさ。うん、あいつらだったら私焼かないから。うん、他の子だったら許さないけどね。Thank you.
シマくんが待ちに待ってた。願い事、言うね。あのさ、聞いておくけどさ。何？前言ってたみたいな、くだらないことじゃないよね。雪降らしてとか、雨止ませてとか？うん。大丈夫。そんなことないから。そう。よかった。うん。それでは。願い事を発表します。シマ君、ずっといつも私のことを好きでいてください。シマ君？どうして泣いてるの？本当に放っておけない子ね。ほら、拭きなさいよ。ミサエさん。戻るね。今日もいないね。私また振られたのかな。そんなことないって。あいつに限ってさ。
あいつ、ミサイにぞっこんだったじゃん。きっと別の理由があるんだよ。それもどうしようもないようなとても深い理由があったんだよ。またミサエに会えるように今は頑張ってんじゃないかな。だから時間が経てばさ、またひょっこり現れるよ。あ、昨日の猫、今日もいるよ。ほんと？ほら、ミサエ、昨日の猫だよ。飼い猫じゃないのかな？こんな綺麗な毛並みして。わあ、かわいい顔してるわ。ほら、ミサエ、抱いてみ。え、どうしてよ。別に私、猫好きじゃないし。もしもーし。遠いわよ。うん、帰ってきちゃった。うん、別にこれといってしたいことなかったし。うん、そう、男子寮だけどね。そうかな。ああ、そういう人生なのかね、私は。ははは、ユキはひどい目あってんだ。さっきはどうなの？合ってる気がするわよ。本当だって。思ってたけど言わなかっただけだって。うん。うん。そうね。うん、電話代もかかるし。うん、また帰ってきたら遊ぼうよ。うん、大丈夫だと思う。あ、そうだ。あの猫、覚えてる？そうそう。帰ってきたらさ、また現れたんだ。うん、家の方に。だから連れてきちゃった。うん、妙に懐かれてるんだよね。猫好きでもない私なんかのどこが気に入ったのやら。そうなのかね。うん、また遊んであげてよ。じゃあ切るね。うん。うん。おやすみ。あんたいたの。そうだ、こたつ出してやるか。猫なんだから好きでしょ。
猫はこたつで丸くなるってね。ほら、おいで。どうしていなくなっちゃったの？